ちなみに受験生時代数学は好きでしたか？でもあまり数学自体は苦手でした。ちょっとね不安だよね。そうですね。今回は僕がこちらにいるですね、文系大学生に数学を教えてみるという動画になっております。石野さんどう？順調そう？私もももちゃんと一緒で、最初に3面を一色で塗る場合っていうのを作っちゃったんだけど、それはやんない方がいいってことだよね。3面を一色で塗る場合、うん、例えば黄色で一旦固定しちゃう。そう、3面を塗るとしたら、でもそれは3面と3面の場合はそれしない方がいい。なんでかっていうと、そのダブリが生じちゃうから。そうそうそうだよね。だからこれはここの場合だけには入れないで、うん、頭よ、最初に4色から2色選ぶ組み合わせでいいってことだよね、うんうんうん、そう、ここは 4C2 で OK、うん、ちょっと一旦ここはなしで 4C2 でいいことだよね。あと残りの3面を2色足す1色で塗るときっていうのを考えて、まず3色の配置はこの配置しかないかなと思ったんだけど。そうだね、3色の配置はもうこれ場合はこれしかないよね。1個しかなくない？これ。そうそう、1個しかない。そう。で、その残り3色から2色を選ぶので、うん、それが3通りなんだけど。そうだね。で、どっちが2面塗るかっていうので2通りあるから 3×2 で6かなっていう。で、それはある3面の色が決まった時だから ×4 だよね。あ、でもまだこれね、黄色の場合しかやってないんだよね。あ、そうなんだ。黄色の場合だけやってて、あとでこれ4かければいいかなっていう。じゃあこれだけ4かければいいってことだね。そう、これとあとこっち残り3色が3色バラバラで塗るとき。そう、残り3色の選び方は1通りしかないかなと思って、うん、そうだね、で、その並び方がこの3つの並び順と一緒かなっていう。だから同じ色であったとしても、うんうんうん、右回りか左回りかっていうことなんだよね。つまりこれを深緑青ってさなった時に、結局この面のさ、まあ、奥3つが黄色であると仮定した時に、うん、ここの場合と、うん、あと西室さんとか塗った方が絶対綺麗になりそうなんだけど、これだよね。この2つの場合が要は別になるか別にならないかじゃない、ポイントは。うん、そう、そう思う。で、これがどっちだと思う？別になると思う？ならないと思う？別になると思う。そう、別になる。だってこれ重なり合わなくない？だって奥のさ3面は全部黄色になってるから、うんうん、重ならないじゃん。赤と赤一緒だけど緑とさ青と逆になってるから重ならない。そう、重ならない。だからこれは別になるんだよね。つまり1通りしかないけど並び方は2通りあるってことだよね。2通りあるってことだよね。そうそうそう。青を固定して考えたら、うん、ここが赤でここが緑の時と、うん、ここが緑でここが赤の時がある、うん、そう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 、うん、つまりは黄色を3面に使った時、うん、残りの3面の選び方は1個だけど、うん、塗り方が2個あるから、うんうん、つまりは大元の色の選び方が4色で塗り方2個だから 4×2 で8じゃない。この書き方では2でいいんだよね。で、後で4かければいいんだよね。そう。で、これがだから3色は1人しかなくて並び方は2通りある。そしたらあと合計出るんじゃない？ちょっと進めます。じゃあこっち言っちゃうか。全て色を使う時は12通りどうして？なんか式とかもあるかなと思ったんだけど、うん、一旦数学やってない期間も長かったから素直に樹形図じゃないけど場合分けしようと思った時に、うん、まず一旦一番端っこが赤の時から青緑か緑青があるじゃん、うん、で端っこが青の時は赤緑緑赤があるなと思ったね。で逆から見たら同じになったら意味ないからこの逆側からこっち向きに読んで一緒だったらダメだから、うん、緑はもう最初が使っちゃってるから緑からを考える必要はもうないなって思って、でこの1個は重複して赤緑青はこっちにも赤緑青があるから3通りあるなって思ったって感じ。正解です。やった。で4面 の、 あのこのセットのこの字型の塗り方が4色あるから 4×3、うん、OK。 やー、ただもっとめっちゃあれで言うと、うん、結局そのここの特別な位置っていうのがあって、この3面のうち特別なのって、うん、実はここの面が特別なんだよね。真ん中？真ん中。そう、なんで真ん中特別かってわかる？まあ、じゃあスペシャルってことで、まあ、S とかって書いておくか。じゃあここが S なんだけども、うんうん、なんで特別かっていうと、さっき言った回転しちゃうのの原因って結局ここの軸を周りにこうやって回すことが原因じゃん、うんうん、だからこの回転軸上にあるこの面だけが特殊なんだよ。で3色の選び方って決まってるから、じゃあこの特殊な位置に来るのが結局赤が特殊な位置に来るか青が特殊な位置に来るか緑が特殊な位置に来るか、うん、だからもう3通りじゃんね。で大元のその3面このこの字に塗るのが4パターンあるから、うんうん、4×3 で12ってこと。なるほど。イエイ。確かに
したらじゃあこっちのこの字型で倍分けしたやつの合計を出してもらいましょう。よし。で西室さんいけそう？できた。まず残り3面を同じ色で塗るとき、だから全部で2色しか使わないときっていうのは、この4色から2色選ぶ組み合わせで、だから4コンビネーション2で6で、あと残り3面を2色プラス1色で塗るときが6通り、さっき説明したように6通りあって、あ、そう、まず1個の例えば黄色だったら6通りある。残りの黄色で3面塗る、密着してるところの黄色で塗る場合は残り3の場合が6通りあることだから、うん、そう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 、密着してるところは赤でもいいし、うんうん、緑でもいいし青でもいいから4かけたってことね。いや、先に足した。あ、いや、それ別にした方がいいかもしれないかな、うん、まあ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 、まあ、今回は多めに見てそうしよう。 OKOK、OK OK、なんか残り3色をバラバラの色で塗るときが、うん、まあ、2通りあったから足してかける4で32で6足して38になりました。 OK。 でじゃあ倍分けした1個目が38通りで、うんうん、そう、この字型が66通り、うん、なんで足して104正解です。イエーイ、できた。何通り。よしよし。いや、協力したらね、できましたね。できましたね。意外とできた。どうですか、今日2人解いてみて。こういう風にみんなで順序立てて考えると分かりやすかったんだけど、うん、これを1人でどっちもどの場合もやんなきゃいけないし、途中でえ、これ一緒じゃないとかも相談できないから、うん、それを全部1人で解くってなると結構大変かなとは思うけど、こういう風に順番で考えたらやりやすいなと思いました。2人ともでもそんなに高校時代数学めっちゃ得意だったってわけじゃないじゃん。ない、全然ない。とカナダさんとか解くの自体は結構楽しかった。うん、なかなか自分はやりたい勉強の関係で私立の文系大学を志望するっていうのは結構早い段階で決まっちゃってたから、うん、数学使わないなっていうのをね、結構高3の早い段階とかで、うん、なんとなく思いながら勉強してて、だから応用問題とかあんまりそんなね、めちゃくちゃ受験に出るようなレベルのはやったことがなかったんだけど、こういう難しい問題もやっぱり基本的なこと自分でも習ったなって思うことが重要なんだなって思って、そう、割と教科書とかに載ってる基礎的なことを使って解けるというか、うんうん、それの組み合わせだなみたいに思いませんでした。なんかもちろん今日はね、みんなの助けがないと解けなかったけど、めちゃくちゃ数学はもう絶対自分ができない存在みたいな思ったのは、うん、今日なくなったかなって確かに思いますね。割とそうだよね、思い込みみたいな、不安嫌いみたいなところもあると思うし、うんうん、まあなかなかね、そのみんなで勉強するのも大変だし、進みがねどうしても悪くなっちゃうこともあるかもしれないんだけど、まあ、1、2年生とかちょっと時間があるときは、まあ、こうやってみんなで勉強してみたりとか、ちょっと変わったね勉強法とか取り入れてみるのもモチベーションアップのためにいいんじゃないでしょうか。数学は私もその現役時代あんまり好きじゃなくて、まあ、自分からちょっと避けちゃうみたいなところもあったと思うんですけど、こういう風にたくさんみんなで話し合って解いたりとか、ちゃんと図に書いて整理したりすると、自分の頭の中でもちゃんと理解しやすくて効率的に勉強できるんじゃないかなと思うので、この動画を見てちょっと真似してもらえたら嬉しいかなって思いました。嫌いな人には。私も国語とか社会系の勉強をやっぱやる時間が多かったんですけど、問題文を読み込まないと解けないっていうところはやっぱり一緒だったので、そうだね、本当にそれ大事、うん、そういうところで共通してるなっていうのもすごい自分として発見で面白かったし、やっぱりそこは今勉強してるみんなも問題文を丁寧に読むっていうところは頑張っていけるといいんじゃないかなと思いました。今回の動画では理系大学生が文系大学生に数学を教えてみました。だから2人ともね、結構数学の面白さとかこの雰囲気ね、とても楽しく勉強できたんで、ぜひですね、皆さんもこの動画をきっかけにちょっと数学の勉強頑張ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。